音五七五。これも新コーナーです。まあ、ラジオはこう音でイマジネーションを膨らませる世界ということで、この今回はまあテーマセミの鳴き声なんですけど、このセミの鳴き声を聞きながら、さらにあの五七五17文字だけで、イマジネーションを広げる世界であるところの、まあ、俳句川柳を組み合わせてですね、頭の中に、いろんなワールドを広げようというコーナーで、まあ、あの固いこと言ってますけれども、基本的に NHK のフォト五七五をパクってみました。あのフォト五七五っていう番組すごく面白くてですね、最近出た番組の中では僕の中で一番最高だったんで、これいいなと思って、あ、音でもパクれるなと思ってね。まあ、このセミの声自体はこうセミの声として頭の中に、まあ、昆虫に詳しい人はそのセミのね、あのミンミンゼミですか、ちょっとあの緑のまだらみたい感じが浮かんだりとか、それからこう自分が田舎の生まれで田舎で泣いたことを思い出す人もいるし、いろんなイマジネーション湧くと思うんですが、それを五七五によってなんかこうカチンとはめてみようという、そういうことになっております。でちょっとしばらく聞いたところで、読んでいますね。ペンネーム朝青龍。ケツの中ピンクローター震えてる。ずいぶん強いの入れてんだねこれね、相当強いやつ。俺セミみたいに聞こえちゃったもん。あのセミ鳴いてんのかなと思っちゃったもん。ペンネームうんこまるまる。こりゃ近い、アフロの中に5匹いる。ペンネーム左曲がり。ひたすらにモームスグッズを燃やす午後。味わい深いね、この夏はね。モームスグッズを燃やす夏だった可能性あるもんね。でほら、その今まだ集めたモームスグッズをこう燃やすっていうことは、一つ何かこう卒業っつったらいいのか中退っつったらいいのか分かんないけど、こうね、一歩踏み出すことじゃないですか。それでこう照りつける太陽を見ながら、太陽死ね太陽死ねなんて思いながら。ねえ、ラジオネーム主任運転士。人型にセミがびっちり止まってる。コンクリートですよ、コンクリート。最近できた橋の橋脚のコンクリートに、どう考えても人の形でびっちりセミが止まってるんですよね。でコンクリートなんだから樹液とかそういうものは出るはずないから、なんでなんだろうかと、なんでなんだろうか気になるけど、見なかったことにしようっていう。ペンネーム尻長老。抜け殻の中から女が出る陰夢。これはなんかね、想像してみたらすごくエロいんですよね。まあ、ちょっとここ2、3日はそうでもなくなってきたけど、猛暑日がバー続いてる頃って朝の4時半ぐらいから急にセミ鳴き出したりとかするし、まあその明け方こう壁をセミの幼虫が登ってくこととかすげえ俺は見たんで、でそのことを印象にありながら、こう寝苦しい朝にこう現実とその夢と一緒になりながら、あの飴色の背中がパリパリって割れて、しっとりとしたマッパの女がエビゾって出てくる。でもうなんかこれって
なんだろうなんだろうと思ってるって起きる、うーって起きるとガッチガチのおちんちんとびっしょりの寝汗っていう。これ抜け殻の中から女が出る陰夢、ね、ペンネーム宮崎。みんみんみん、わしゃ何もみん埋めないで。黙って下っ端の二人がさ、一生懸命自分を埋める穴をさすごい掘ってるわけよ。でいて一切口も聞かないわけで、そのまあなんだろうね、親分格に軽口叩いたのかな。俺見てたかんなみたいな軽口叩いたら、で小遣いでもせびったのかな。そしたら黙ってその子分二人に連れてかれて、でそのくぬぎ林かなんかの中で今穴掘られてて、まあですんごいセミ鳴いてて、でまだこのバカ軽口癖が治んねえから、ミン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 、わしは何もミンなんつってね、埋めないでなんつって誰も聞いてねえんです。黙って掘られてるね。でラスト、ラジオネーム花より大名。次の舞台、北島麻也がセミの役。うめえ、恐ろしい子、めちゃめちゃうめえ。本物のセミしか聞こえないもん。ということで音五四五、今回はまあ、セミの声でいきましたけど、で来週のお題音発表します。来週のお題音はこちらです。ねえー、これで何を思い浮かべるか、いろんな人にいろんなパターンありますけど、僕これをじーっと聞いてるとおばあちゃんの財布を盗んでることをすっごい思い出すんですよ。おばあちゃんの財布から金抜いてる絵がすっごい浮かぶんですよね。まあこのこれを風鈴の音と取るもよし、まあ、風鈴の音というタイトルの効果音でありますけども、まあ、聞いて頭の中に広げた世界を五七五で読んで送ってください。お待ちしております。音五七五、やっぱ音の力ってすごいなと思うのって、この風鈴の音聞いてるとちょっと風を感じるっていうか、あとこう人間の感覚面白いなと思うのは、風鈴が鳴ってるような時って実は暑い季節のはずなのに、風鈴鳴ってるとやっぱちょっと涼しく感じる。暑いんだけど外はすごいいい天気なんだけど風通しがいいんだみたいな、だからあのひどく居心地の悪い部屋じゃないんだみたいなことは感じるね。でさらにこの音だけでもこれぐらいイマジネーション広がるものですけども、あのさらに五七五の、まあ、川柳俳句をつけることでですね、世界をブワーッと広げていこうというコーナーです。じゃあ早速いきます。ペンネーム5時に起こして、五連続朱印終わってやることなし。なんかさ、座敷の部屋で大の字になって素っ裸で果ててる感があるよね、すごいね。昼間でしょ、昼間から座敷だよね、完全座敷の部屋で大の字になってるよね。5連続か、いいな。なんだろう、俺のカメラは完全に上からになってるよ、上から大の字になってる、あのなって、そのじっと汗もにじんで横にティッシュの山がいっぱい見えんの。続いてペンネーム死因ふんころがし、ベランダで
みんなの野球を見てる俺。なんかね、これはちょっと僕だけのもんかもしれないんですけど、ベランダでみんなの野球を見てる俺、これ見てる僕だと体の弱い子の感じがするんですよ。見てる俺だと、あ、こいつ浮いてるっていうか、なんでしょうね、言葉の力ってのはすごいもんですね。ペンネームサリチルさん、乳首から下げた風鈴、痛気持ち。これは僕の中ではなんですけど、あの乳首から風鈴下げますよね。下げてそのまま立ってると、風鈴のその共鳴部分、その器の部分が肌につきますから、こんないい音しないんですよ。だから張ってる形になってると思うんですね。小島くんで言うとこの、おっぱっぴーの小島くんで言うとこの、一旦こう膝ついた形になってて、そこから床にも触れないぐらいの小さめの風鈴が2つぶら下がってて、それをこう目をつぶって下唇を噛みながら、ああいい音だなと、痛気持ちいいなと、涼しいな、風流だなっていう。でしかもその張っている下を風は通ってってるんだなっていう、そこまで言っていただかないと、音五七五の醍醐味っていうものは、この絵がみんなに同時に浮かぶことが、この音五七五の素晴らしさなんですよね。で、今ハイビジョンのね、5.1 チャンネルサラウンドのなんていう記録媒体もありますけども、ラジオっていうね、別にこれステレオで聞いてる人ばかりでモノラルで聞いてるかもしれない、しかも17文字でものすごい鮮明にいろんなアングルから頭に浮かんでくれればすごくいいですね。ラジオネームゴンタクレ、どうですか、とっても長いスカシッペ。まあどうもこうもないですよね。すごくどうもこうもないですけど、なんつったらいいのかな、そのスカシッペの長さを自慢するのに、人に見える形にするにはどうしたらいいだろうっていうことで考えついたのが、風鈴の前で、ドアを閉め切った部屋の風鈴の前でずーっと風鈴を鳴らし続けることなんでしょうけど、どうですかって言われてるのは誰なんですかね。いや、どうもこうもないんですけどっていう感じで見てますけどね、僕は。今その密室に二人ですけどね。密室に二人で、風鈴を、ぶら下げた棒っていうかの、俺のイメージでは、理科の実験に使うさ、アームみたいのいっぱいつける台座みたいなのあるじゃん。ね、台座のところのアームに風鈴がぶら下がってて、そこにうまくケツを近づけて、ってずーっと。で、長く続けたいから、たまに笑ったりすると、スッってなるから、それをやらないようにずーっとスッって出してる感じの。で、ちょっと腹筋がビクって動いたあたりで風鈴がちょっと強く揺れる。そこまでよ。見るのはそこまで。この全くこう、映像がないメディアで見るのはそこまでだからね。ワンワンのチンチンがギンギン。ドクドクドク。よだれドクドク、パブロフ犬。まあ博士はその鈴が鳴るとよだれが出るっていう実験が済んで、もうそれを報告しに学会に行っちゃったんだけど、隣のババアが窓辺に風鈴を置いちゃったもんだから、かわいそうにパブロフ犬ドク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 よだれずーっと流してるっていう。
俺の中でのパウロ犬はなんかこの時点ではパグなんだけどね、俺の中ではすごいあのパグのなんかこうまん丸の目玉でぶっさいくらこうでもう主人に教わったまんまよだれをドク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 やっぱいいもんだな。ペンネームボッコボコちゃん、てなわけで母さん僕今キャサリンですもう間違いなくお盆だねお盆で久々帰郷したんだよね。もうなんか俺の感じでは普通の女性のね、女性の普通の普段着を着た、桜塚やっくんの感じなんだよね。がこうお母さんとシンメトリーでお母さんの前で正座して、でしばらくこうどうしてこうなったか喋った後にお母さんもこういう時代だからとかいろんなことを考えて何か一言かけたいんだけど、もう風鈴の音しか聞こえない空間がしばらくあってから、てなわけで母さん僕今キャサリンですこれ父さんいるかね、母さんと目の前にいて父さんはもうその全然こっち見ないみたいな、もうふてくされてるってタバコ吸ってる父さんがいてもいいけどね、で父さんいるとこの後すごいこう大喧嘩になりそうなねえ続いてピンチヒッター仁村弟、アリたちがおっさん巣へと運んでる、アリたちがおっさん巣へと運んでる、これはまあ縁側なのか、まあ高くてもアパートの2階あたりで風鈴鳴ってるところにこう横座りしながら外を、2階だな、汚いアパートの安っぽいアパートの2階かな、風鈴が鳴ってて自分はランニングに、パンツぐらいの感じで外見てて、うちは持ってて外見てて、その1階の路地のところの目線を見てたら、おっさんがすごいゆっくり運ばれてるのが見えたんだろうな。ラジオネームウルトラマンキダ太郎、扇風機祈祷で止めて血に染まる扇風機祈祷で止めて血に染まる、だ嵐の後の静けさみたいな、そのこの前にしてた音を想像させられますよね。オリアンガーっていうオリアンのあの音が想像できますよね。で慌ててコンセントをね、コンセントを抜いて止まってるから、なんかちょっとゆっくり扇風機が止まってる感じと自分がもうこっちの先を、祈祷の先をすんごい見てあわわなりながらそこに風が吹いていたっていういやー本当に一つのこう音なんですけど、みんなの見方が違う、カメラアングルが全く違うっていう。確かにあの扇風機のあの中心のさとこがさ、ジェット機の先みたいになってる扇風機あんじゃん、昔のやつ、あれをさ最初指で止めてみたかったりさ、あとベロで止めてみようとしたりとかするよねそれは祈祷でも止めてみようとするよねだけどね強えんだ、強えの、風を起こすやつだからすごい強えのね。さあ、じゃあですね、これね本当は今後もうちょっと難しい課題も作りながらね、うまくウェブにその音を乗せて聞きながら書いてもらうようにしたいんですけど、今のところはまだそのシステムはできてないので、ここで頭の中でちゃんと風景を思い浮かべていただきたいんですが、今週の宿題にします音はこちらです。
巨大なキツツキですけどもでもラジオだから何でもできるわけですよ、そういう意味じゃ。別にね、その効果音 CD に書いてあるタイトルがイコール正解じゃありませんから、この音の前でどんな五七五を読むとどういう絵をみんなで浮かべることができるのか、ぜひ、この単なる効果音に奥行きが出るような作品を送ってください。お待ちしております。これじゃあ曲です。音五七五。さあ毎週ですね、決まったテーマのお題音ね、こういうこう今後ろに流れてるような効果音を流して、この効果音を聞きながら浮かぶ風景を五七五に、読んでもらうコーナーです。音のイマジネーションとこの川柳なり俳句なりのイマジネーションを合わせて、みんなでいろんな絵を浮かべていこうということで、早速言いましょうかね。ラジオネーム猫の島。岩砕くアンジェラ・アキのアゴハンマーアンジェラ・アキがちゃんと浮かびますよね、僕の中では。これ皆さんそのサイズはいろいろだと思うんですけど、僕巨大なアンジェラ・アキがそれこそそのビルとかを破壊してる、顎でガガガガってこう破壊してる感じなんですけどね。あでもいろいろこうその進めていくと、なんかこうアンジェラーキが山奥で何かを採掘してる感じにも見えますよね。岩砕くですからね。ペンネームみつる。排水口ヒンポハマって救出劇これはちょっといいね。大掛かりなことになっちゃった感じとなんかこう風呂釜の風呂じゃなくて、あのさ直接タイルで掘ったる、わかる、なんかこう風呂釜が別体の風呂じゃなくて、そのタイルのところに一回その、盛り上がってさ 掘るあの感じの風呂の排水口に多分金玉かポコチンを持ってかれてんだよね。それでいてもうどうしても取れなくて、周りのその今ドリルをガガガってやってる人たちも見ていいもんか悪いもんか分かんねえんだけど、なんかでほら見ないでやっちゃうと一番デリケートなところで金玉にそのあれ行っちゃうとまずいから、相当なで夕方ニュースも一旦来たけど帰んだろうな、面白っつうよりもちょっと悲惨すぎるっつって、続いてペンネームモッキンバード。何時だと思ってやがんだ午後1時出たねえお前そんなに文句言うほどじゃないよね、午後1時だとおい何時だと思ってんだ、午後1時ですそう、ラジオネーム地雷アモート寝ない子だれ。小刻みに綾波レイが動いてる胸像のやつかな、胸像のやつあってんの、俺なんか胸像のやつがゆっくりこっち向いてそのまま向こう向いてく感じなんだけどな、ペンネーム新屋敷孤児。自主改造アナルバイブを肛門に破れちゃうよ、破れちゃうよ、絶対破れちゃうよ、ペンネーム村主。コンクリを練ってる人が志の輔にこれなんかね意味もなく
見てる感じが暇な感じが僕の中では他みたいで派手じゃないんですけど暇な感じはすごい来てんだよねこれね。コンクリを練ってる人が篠介にだよ別にだからなんだってことじゃないんだけどずーっとなんかあ篠介似てんなと思ってで6分後ぐらいに似てんなやっぱ篠介にって思ってる感じ。ペンネームブルーマウンテンのコリン。エロビデの音量マックスやむ騒音上げてもう負けるもんかまで行ったところにピタッて昼休みが入ってそっちに釣られてこっち上げてんのにっていう、そんなところですかね。それじゃあですね、来週に向けてのお題音いきたいと思います。こちらの音をよく聞いて目を閉じてください。これさ別にこう著作権フリーとかじゃないさ普通の CD のその交換音 CD の中に入ってんだけどさなんだろうこの権利ってね別にいつでも取れそうなんだけど、とりあえず今の音ね今の音を聞いて頭の中に何が広がるかですよね。いろんな見方できると思いますし逆に言うと意外だけどああそうかそういう見方できるとかなんでそんな細かいとこまで絵が浮かぶんだろうみたいな、そういう力作お待ちしております。音五七五。この効果音 CD のさ録音ってさおそらく CD の前に LP でも出てるから相当前のことだと思うんだけどさいくつぐらいなんだろうな今これをボリ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 やってた人でわかんのかな自分でかあこれ俺みたいなねこの音に五七五を添えて、みんなの頭の中に、ハイビジョンよりくっきりとした空気を浮かべていく風景を浮かべていくコーナーです。ペンネーム田村 R。 働けよそんなリズムで母は噛む。まあ、午後のひととき無言で母親と同じ狭い部屋でせんべい食ってて、で母親何にも言ってないんだけど働けよって思ってるのがこうせんべいを音を通じて入ってくる感じですかね。ラジオにネーム糸こんにゃく。レアフィギュア犬がむさぼり食っているこれさ犬飼ってると分かんないけどさ犬がさこうさなんか食ってる音するわけ。あなんか食ってる音するけど餌やってねえなと思ってみると大抵よからぬものを食ってるよね大抵ナイトメアビフォアなんとかクリスマス食ってるねうちのやつは必ずもう売ってねえやつを。続いてペンネーム沢村ひろゆき。おいしいね君の作った肉じゃがは。まあ無理してんなお前すげえ無理してるわ。
ラジオネーム花より大名。喜んでラスクを食べる人面相。俺のイメージ膝なんだよな。膝でこうラスクを口に持ってったらすっげえ笑って食うんだよな。ポリ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 果てしなく食うんだよな。でいてもうその人面相があることですごい慣れちゃってるから、なんかこう不思議と、おこれいつお腹いっぱいなんだよっていうか、お腹いっぱいを感じるのは俺なの膝なのみたいなことをこう考えてる、そういうとこまで行ってほしいですね。続いてパッキングパパ。アサリ汁、母のお椀にゃ殻がない。軽快に食ってんなおい。ペンネームミノタウルスの鍋。エアせんべい、奥歯砕いて特別賞。命かけてんね、エアせんべいに。エアせんべいっておそらく亀田とか日東とかそういう会社の提供でやんだろうな、その大会。じゃあ続いて、ラジオネームごまお。俺確か履歴書会に行ったよな。なんで揚げ小丸を買って帰ってきてんだっていう。しかも別に落ち着いて見たくもねテレビもら見ながら揚げ小丸をかなり食った後で、揚げ小丸にも飽きてきた時に、あ俺確か、あ俺履歴書会に、あ履歴書買ってね。ね、全然忘れやってんだよな。さあ、ということで、せんべいだと、せんべいはせんべいで固定してもすごいその、あの他の奥行き出せますし、ラスクを食べる人面相までいけるっていうのはやっぱイマジネーションのすごいとこ、自由度の高いところですね。さあ来週はよく聞いてください、こちらの音です。この音に合う五七五送ってください。音五七五。僕はあの効果音のそのライブラリーからこの音を持ってきて、それについてるタイトルを知ってますから、あのかなりこの音から、湧く発想みたいなこう限定されてるんですけど、これラジオで夜中一人でこの音を聞いて頭に、何の情報もなく浮かぶことっていうのは、あやっぱ千差万別なんだなっていうのをすごく感じさせられた今回の音五七五ですが、この音を聞いて、これに合った五七五を作って送ってくださいと、みんなで、単なる効果音にもっと深みのある風景をつけてみましょうというコーナーです。素直な方っていうかね、素直な方で言うと、これですかね。ペンネームカモンベベーチーズ。救助隊、俺の頭上を踏んでいく。冷静だな。かなり近くまで探してんだろうよね。もうかなりさっきからずっと往復してますから。だから声出ねえんだろうね。声もう出ねえんだろうね。あー止まんねえなーみたいな。でもこんだけ往復されるともういい感じになってんだろうね。ものすごい踏み固められてるしね。
ラジオネーム主任運転士。 SOD 全裸で行軍発行だ。全裸雪山行軍でしょ。ねえ。ペンネーム健康で文化的な最低限度の性生活。雪男、俺を担いでどこへ行く。なんか僕の思う感じは雪男に担がれて、雪男はずっと雪山をこう歩いていく。で、自分は抵抗したりすると殺されると思ってるから、もう任せるしかないところで、ポケットにあったメモ帳にご死亡書いてる。書いてるな、覚悟の感じっつうのかな。ラジオネーム堀切ジャクソン。女性器の石像を作ってリハーサル。これ読んだ音だともう聞こえ方が違うね。何やってんの、外で裸で、外で裸で何やってんのっていう感じの。そうですね、まあ、あの風流人の皆さんがですね、こういうのをね送ってくれてるんですけどね、この女性器の石像を作ってリハーサルね、まあこれと発想は似てるんですけど、あ、またちょっといいもんあるなと思ったのがですね、こちらですね、ペンネームダメ梅だ。熱帯夜凍らせてみたオナホール。発想はね、発想まだ止めときゃよかったね。なんかこれは熱帯夜だから、ことによると凍らせてみたなっていうことだと思うんですけど、何がザクンザクだよ、バーカバーカ。すごいよね、なんかさ、その救助隊俺の頭上を踏んでいくとかね、その雪男俺を担いでどこへ行くっていう、同じ音なんだよ、同じ音に対して熱帯夜凍らせてみたオナホールのこう感じ、違う、全然違う感じ、音ですよ、音と、たった17文字でなんかもうそのバカさ加減やおちんちんの冷たさ、なんかね、これどっちかな。これさ、 NHK とかに出てる俳句の先生とかさ、なんかこうその有名な俳人の末裔みたいな人いるじゃないですか、そういう人はどっち選ぶかね。女性器の石像を作ってリハーサルと、暑いか、熱帯夜凍らせてみたオナホールと、NHK の俳句教室に出てくるおばあちゃんいるじゃんか、ここはこう変えた方がいいって大胆に変えてくる、あのおばあちゃん、おばあちゃんったら、これはオナホールよりも天下っていう言葉をうまく使った方がいいですねっておばあちゃんが言ってくれると嬉しいな。続いてペンネームシトシン。枯れ山水入ってみたら怒られた。ラジオネームテクノは生きている。泣き綱が親のおえつに聞こえるな。なんすかね、こうニート人生をどうにかしようと思ってこう旅に出て、それでこう海辺で、夜の海辺でいろいろ自問自答した後にこう歩いてたら、泣き綱海岸、そこがくしくも泣き綱海岸なんですけど、その泣き綱が、あ、これってこう親が泣いてるように聞こえるね、いいけど、やっぱオナホール凍らせてる方の方がいいな俺。もう凍らせる前のグッドアイデアっていう感じの。奥行き深いなと思うのはここですかね。ラジオネームスイートメタリオン。この音が聞
こえてくるたびビデオ止め、この音が聞こえてくるたびビデオ止め。これあのー僕の友達にも何人かいたんですけど、離れに自分の部屋みたいにしてプレハブ建ててもらってる家、しかも雪国っていう北海道とかで、その離れにプレハブを建ててもらってて、一面こう雪なんですよ。それでそこでこうストーブも焚きながら夜その朱印をしようかなってビデオをしてる時にこの音が聞こえてくると、あ、なんか用事があって家族が来たのがこの音だからっていうところまで俺広げちゃったんだけど、書いた人が俺そんな感じって思ってくれたら、それがすごい、あ、なんか繋がった瞬間っていうか、あの一つの音で同じ世界に入れた瞬間だね。ペンネームグールズのシャリオ、ラスボス前階段でバグフリーズ中、ラスボス前階段でバグフリーズ中。かなりもう俺たち雪の先入観があるからこれはなかなか読めないけど、あのドラクエとかの階段のザッ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 っていうところで、もうついもう、ま、もうあのラスボスだって思って全部装備整えて行った時に延々とあの最後に読み込んだ音がしてんだよね、ザッ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 、特に CD ロム DVD ロムのやつはね、ザッ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 ってずっと言ってんだけど、これはことによるとセーブもしてねえのにリセットなのかっていう感じね。ラジオネームウルトラマンキダ太郎、何か踏みもらえる時給は7,000円。高いね、なんだろうね。ペンネーム怪盗ゴリラ天狗、痛い痛い読書の作成4日目です。もう壺の中に毒の染み込ました土があって、それに右と左をこうパーにした状況でさ、もう交互に突き刺してんだよね。それで何度か突き刺すと痛いから少し緩めなんだけど、こんなんじゃ読書はできねえと思うからまた強く突き刺すと。だからもうあぐらのさ股のところに亀みたいのを抱えててさ、その亀の中にさ毒のたっぷり染み込んだその土なのか砂利なのかがあって、もう両手でずっとザク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 入れてく、もうその絵しか見えねえよ聞いてると。もう手もかなり紫色になってるからね。ここを越えられるかどうかで読書を持てるかどうかなんていうか、単に死んじゃうやつもいっぱいいるだろうからね。読書ってあれさ、なんだっけ、徐々に濃くしていくんだっけ、徐々に濃くしていくかなんかで、手自分には効かないけど、そのなんかその自分には毒の耐性ができて、人をこう手刀でついた時に毒が染み込むみたいな、そんなやつだよね。服部くんって読書だっけ、読書じゃねえよ。これ服部くんのあのストーリーと多分、あのさ服部くんがさジャンプ力をつけるのになんか葉っぱ豆かなんか植えてその上を飛んでるやつと多分今かぶったんだと思うわ。なんかあれ服部くんがやってたかなと思ったんだけど、服部くんあんまり健一くんをチョップして健一宇治っつってやって、そこがみるみる間に生んでくみたいなやつなかったよね。産んでこう首をかきむして倒れてる隙にシシマルがちくわを持って逃げるみたいなやつあんまないもんな、その話が。なんか混同しちゃった。すごいな、すごいな、ちくわのためにケイチくんの首のとこ今紫色に腫れ上がってるからね。さあ、ということで、今週はこの音で発送してもらいました。もうこれからまた来週の音をお聞かせしますけども、やっぱり来週の音聞く前に聞きながらちょっと浮かんだシーンみたいなのは多分メモった方があのいいもんできると思いますんで、タイトルというかその効果音がもともと何ていうタイトルなのか言いませんので、もう自分の思った自由な発想で言ってください。来週の音はこちらです。
か僕なりにいろんなもん浮かびましたけど、言うとちょっと方向性が一個になっちゃうんで、それ来週発表するとして、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から音575の係まで575送ってください。お待ちしております。音575。毎週お題となる音、まあ、効果音を出してですね、目をつぶってこれを聞きながらイマジネーションを広げて、その広がったイマジネーションを575の17文字に、込めましょうと。でみんなでその風景を共有しましょうというそういうコーナーです。まあでもこの音あたりも分かりやすいっていうかね、そのイメージはつけやすい音ですよね。あの今後ちょっと分かりにくいのもやっていこうと思う。まあ難しいのはさ、こういう音にも効果音の CD は当然著作権があるから、だからこうホームページにアップして聞きながら何度もリピートしてもらいながら書いてもらうということができなかったりするんで、でこうじゃあオリジナルの音取ってくるっていうのも今後やってこうと思うんだけど、意外にさ、例えばこういう水のその気泡の音みたいのだけを取ろうって無理なんだよね。あの意外にそのマー君ご飯ご飯なんていうの聞こえてきてその後せんだーみたいなあの音まで入っちゃったり、まあそれも含めて読めばいいんですけどね、まあ今後ちょっとそういうのも、まあ、ハードル上がりますがやっていこうっていう感じで、ございますけども、まあね、メモ帳片手に、もしくはあれね、あの細長い色紙あんじゃん、色紙と筆を片手にね、でひげを携えね、ね、であの聞いてもらうっていうのがまあ一番いいと思うんですけどね。参ります。この今後ろに流れている音を聞きながら、ひねった575でございます。ペンネームうどんどん。大発見、海底遺跡のエロ壁画。すっげえリアルな女体の乳首のぼっちのとこが両方ともベストにフジツボがついてるという。そこまで広げてくださいよ。要は今こういろいろあるじゃないですか、その映像とか音声でも圧縮技術とかありますから、 JPEG なんつってね、もともとは何ギガもある映像を何メガとか何十メガに圧縮する、ね、技術最先端でもありますけど、これ575川柳俳句っていうのはそれと一緒ですから、無限に広がる風景っていうのを17文字に圧縮してるんですから、広げる側にきちんとその回答するプログラムがないと。ちゃんと見えました、富士壺がちゃんとついてるところ、それ見えてないダメですからね。急ぎんちゃうとか見えました、ちゃんと575に込めちゃえば放送できるんですよ。どの辺に卑猥な感じに貝があったかとかもちゃんと頭の中入れてくださいよ。だからこの音のタイミングもすごい、だから今海底遺跡のエロ劇がそういう状況であるのを童貞ダイバーが見っけたって考えると、このボコボコの強弱が面白い。すげえこのゴボゴボっていうところに興奮しちゃった感じがすごい出るじゃないですか。意味が出てきますからね。続きまして、ラジオネーム魔封じの杖。アマさんがおならで伝達、サメが来た。あのね、いいなと思うのはね、ベテランの海女さんの なんつったらいいのかな、焦ってはいるんだけれども、焦るイコールジタバタしたらかえって体力を消耗するだけだっていう感じの、
なんかそれが全部読み取れますよね、おならでサメが出たことは伝達してるんだけど、じゃあバシャバシャっていう風に不自然なぐらい、水をかいたり、ましておならも圧の高いものを出したりするとサメに気づかれてしまうから、普通の気泡のように流す、だけどやっぱりちょっと焦ってるみたいな、そう思ってくると、ちょっと聞いてください。なかなかこう震えが来てる感じ、分かる、調節がつかない、本当は一玉ずつ出していきたいんですけどね、一玉出していきたいんですけど、ボコ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 ってなっちゃう感じっていいですね。さあ続いて、ペンネームメリー三角木馬、一回フラットにしてくださいよ。まだいける、助手を振り切る伝次郎。先生、オキシドールはそれぐらい、まだいけるまだいけるね、酸の強いものを使ってる感じですね。ペンネームうどんどん、核実験、海で精子が大怪獣。ついにね、怪獣もどんどんこう元がなくなっていくじゃないですか、怪獣怪人も使い尽くされた感じがありますからね、最終的にはゴジラ大スペルマっていうお母さんがバリ怒りですけどね、子供に元々なんだこの怪獣みたいな味になっちゃいますからね。続きまして、ペンネームポルノスター、ストローでジュースブクブクデカ切れるだからお前がやったんだな、ブクブクムカつくな、ムカつくな、このブクブク感すげえムカつくな。ラジオネームあれもどき、止まらない、耳からの血が止まらない、出てんな、これそう思うと出てんな、おー出てんな、そうか、これはセンスあんね、これはその音の使い方のセンスがあるよね、やっぱりこうストローでジュースブクブクにしちゃちょっと広いじゃん、やっぱり海っぽくなっちゃう、プールっぽくなっちゃう、浴槽っぽくなっちゃうんだけど、耳で直接ドクドクドクってなってたらこういう感じになるかもしれない、ただ出てんな、おい、すごい心配になってたな、しかもね、左の耳のところに思いっきりデッドボールを食らって右耳から出てるからね、大丈夫じゃねえよっつうの、大丈夫っつってんだけど、そいつあらぬ方眺めて大丈夫大丈夫っつってんだけど全然大丈夫じゃねえな。続きましてペンネームデン、鬼たちのチーズフォンデュの具材俺かわいいな、なんか鬼チーズフォンデュ、ペンネーム働くニート、風呂潜り女性器名称大連呼言いてんだよ、もう言いてんだよ、団地だけど言いてんだよね、もう団地で女性器名称言いたくなっちゃったらもうこれしかないもんね。俺なんだろう、これなんとなくこう風呂じゃないけど、中学校ぐらいの時かな、枕噛んで言ってたことあるような気がするんだよ、なんでだろう、なんで夜言いたくなっちゃったのかな、俺弟と同じ部屋だったからかな、え、なんで、あ、でもちょっと言いたくなる感じわかるな、お、なんだろう、俺言いたくなる感じすげえわかる、言ったらなんか現れる気がしてなんかで、枕をガッて噛んで、おいたーおいたーって言った気するな、なんでしょう、
ラスト、ペンネーム怒涛の羊。助けての、助けての水中ジェスチャー大爆笑。助けてやれよ、助けてやれよ、俺動き面白いんだもん、しょうがないからね。ということで、じゃあですね、今日の音は分かりにくいっていうか、僕はその CD のタイトルを見てますけど、タイトルを見てもそんな音かって思ったりしますから、かなり自由に心を解放して聞かないとって感じますんで、ちょっと長めに流しますから、頭の中でどういう風景が浮かぶかね、ちょっとメモりながら五七五作ってください。今週の お題の音はこれです。これね、答えっていうかね、これのタイトルをね、今ちょっとメモって構成の渡辺くんに見せてるんですけど、あんまピンとこないでしょ、これ。だからこそ自由なものができる気がしますので、この音とセットで聞くとすごくこう世界が広がるような、素晴らしい五七五をお待ちしております。音五七五、毎週お題に出される音、お題音、この効果音を聞いて、五七五を読んでくださいと。で、この音を聞きながら五七五を発表して、頭の中にこう奥深い、風景を広げてみようと。で、まあ、今週のお題はこの後ろに流れてるこの音なんですけど、一応その TBS のライブラリーには、その CD には名前はついてんですけど、パッと聞いててついてるのを知ってる俺ですらこんなかってちょっと思ったりするので、かなり難易度は高い、自由だとも言えるんですけど難易度の高い感じになってますね。で、逆にこう決まった形がない分、いい五七五だとパーッとこうイメージが一気に広がる感じ。じゃあですね、ラジオネーム平成のソクラテス。気絶した俺を背負っていくカッパ、すげえいいカッパが、悪くないよこのカッパ、全然悪くないよ。びっくりしてズデーンって倒れちゃったのを、家の前まで運んでくれるカッパだから、気絶した俺を背負っていくカッパ、うなずくね、なんか笑うっていうよりも、あ、すげえな、その明日から CD のそのタイトルをカッパの足音にしたくなる感じの、技ありな感じですね。で、一回そのカッパ消してください。ペンネームワンズ。風呂の縁チンポ並べて踏む人よ。痛いけどなんで俺たち踏んでもらってんだろうか、これ出てんぞ、なんか俺たち踏まれた瞬間出てんぞ、風呂の口に、長い風呂の口に全員こう後ろこうなると、前なら休めみたいな休めの感じで立ってこうやって乗っけて、それを割とひょい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 って踏んでく、お前何のためにって、俺はなんでこんな黙ってやられてんだ、これリズミカルに踏まれてんな、これ玉金潰れてんのかな、一歩一歩そういう感じするぜ。あー、玉金潰れてるわ、完全玉金の方だわこれ。あ、そうなると
置き方が変わってくんな。馬跳びみたいな感じになってケツの方縁の方に向けて後ろから引っ張って玉金を乗っけてるやつをずらーっと並んでるやつをちょっとしたスキップな感じでかかとでおいおいおいわー俺7番目ぐらいにいんだよな、もうドキドキ痛い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 、お前なんでやってんだよそんなこと、どっちもどっちもなんでやってんだよ。あとよく転ばねえな、玉金踏んづけてる方もすごいね。そうですね、ペンネームあかんこリサイクル洗って使おうオナホールもう音この音でパッとこれ出すのはうまいよ、やっぱりね、やっぱりね降参しちゃうからね、全然こうなんつうの具体的にさ馬の足音ですって分かった後でこう馬に関する五七五を書くのが一番やりやすいじゃん。こういう聞いたことない音をさ頭の中で再生しながら絵を固めていくのはすごいよ。だってもうオナホール洗ってるおっさんしか見えねえもん一生懸命天下をさね天下を頑張って洗ってる感じしか見えないもんね。ペンネームミミンガモンガごめんなさいごめんなさい母さんマリモを投げないで随分次々と投げてんなおい、投げたマリモが当たって弾けてんだよねこれね。ラジオネームカメハネカッパかなカッパじゃないよずぶ濡れおじさん安心できねえよ、別にカッパかなカッパじゃないよずぶ濡れおじさん大丈夫って聞くしかねえよ、おじさんずぶ濡れだけど大丈夫大丈夫や、わしはずぶ濡れおじさんだからじゃあ来ないでくれる すごいね。ペンネーム目指し シャンプーよもうちょっとだけ出てちょうだい、これ完璧だよね、完璧完璧。ペンネームつくよみ戦雨の中彼女を畳む泣きながら何をやってんだよあのかなり空気抜けたんだけどちょっと残ってるから一箇所押すと出るみたいなのね、あーいいもんだね、ちゃんとエロにできんのはすごいね、別にエロにしろとは言ってないんだけどさへー。ペンネーム丸眼鏡ひたすらに下水を進む俺お前カッパネタ結構あるんだけど、ペンネーム防空壕三級走り出すやっぱりカッパも追ってくる一旦こうカッパがどうしたいのか分かんない感じはいいですよね、追っかけてきて止まってもう一回走り出すと止まる感じの、走り出すやっぱりカッパものこのパーがいいね、パーのこうやっぱカッパがこうエグザイルっぽい、すごくエグザイルっぽいとこあるよね、湘南の何かっぽいそれはねこのやっぱカッパなところがねさあということで、これもともとはねスリッパで雨の中を走るっていうタイトルの効果音なんだよね、でもさ全然スリッパよりサンダルなんだよね、でもっといやカッパが小川をカッパが小川のせせらぎの横をカッパがかけてくる小雨の中スリッパで走るかなっていうタイトルなんだよね、でいてさまあさカッパが追っかけてくるっていうのよりもずっと使わないよね、何のために TBS もこれをライブラリーに保管してるのか分かんないんだけど、
今までラジオドラマの中で小雨の中スリッパで誰かがかけてくシーンがあったのかっていうのをすごい聞きたいし、今後あるのかっていうのも分かんないですよね。よっぽどさ、もったいなくてさ、一回使ったら捨てろって書いてある天下を洗ってるシーンの方がよっぽど出ると思うけどね。今後ほら、あの TBS にはさ、昔向田邦子さんが書いた脚本とかあるからさ、出てくると思うんだ。向田邦子さんは割と生活の中で起こったいろんなことをいっぱいさやるからさ、その時一郎はっていう天下を洗っていたの。天下の出現を予見してたのがすごいけどね、そこでそうなっちゃうとね、さあじゃあ今週のお題音はこちらになります。まあでもさ、あの前回よりは簡単っていうか、まだなんかいろんなもん浮かべやすいじゃないですか。あの自由度も高いしインスピレーションも湧くから、でもすごいと思う。やっぱり男七五ってやっぱすごいって思うのは、読みながら自分で頭に浮かべちゃうじゃん。でいて、そのこれはこの時浮かんだ何かは僕が見たものではなくて、そのリスナーが頭に浮かべたものが俺の頭に浮かんでるわけじゃん。で、まあ、リスナーが浮かべたかどうかわかんないけど、リスナーの浮かべた延長線上が浮かんでるわけじゃん。俺細長い風呂の縁にさ、その全員が洗い場の方にケツ向ける形で馬跳びの格好をしながら、後ろから引っ張り出した玉を縁に全部乗っけた上に、おっさんが陽気に端からこう踏みつぶしてって、しかも声も誰も出さないっていう絵が俺の頭の中に今あって、おそらく今日帰り道とかにも思い出すと思うのね。なんかすごいよね。もしかしたらこのネタが強烈だったら、俺が死ぬ時、聞いてる君が死ぬ時に走馬灯の中に入っちゃうんだよ。一回も見てないのに。なんかすごい。音五七五。さあ、毎週出されるお題音、まあTBS のライブラリーにある効果音倉庫から持ってくるんですけれども、を聞きながら、あなたが頭に思い浮かべた五七五を読んで、イマジネーションを広げていこうというコーナーです。今週お題に上がってるのは、今後ろに流れてるこの音なんですけど、はい、これがどんな風景を呼び起こすのか。ペンネームオッスマン。じいさんが雑煮食いつつふざけてる。ふざけてないと、おじいちゃんね、お正月でふざけてんじゃない。あのね、掃除機持ってこないとやっばいことだ。じいさんは陽気だな、そういうんじゃないんだよね。119っていうボタンを押しながらの掃除機だと思うんだけど、だってさ、よく聞いてると和室でのた打ち回ってるように見える。のた打ち回ってるんだ、この辺でドタンつって。いいもん持ってきたな、これ。続いて、ペンネームマキロン。忘年会、ワタミの座敷でブレーコー。ブレーコーを 100% で取っちゃったんだ。そうか。これは俺ね、次読むやつは感じられた俺偉いと思ったし、なんかこう
多分合ってると思う、合ってると思うけど間違ってたらごめんなさいなんだけど、なんかねこの音と五七五で同じ風景を多分完璧に彼と思い浮かべられたって感じなの。ペンネームマムー、いい加減諦めようよ右手赤、いい加減諦めようよ右手赤。ツイスターゲームだと思うんだよね。ツイスターゲームってもう多分ね、脊柱折れてもいいと思いながら右手赤をクリアしようと思ってんだよね。なぜならば、もう右手赤がうまくはまってブリッジするとパンティーが見えるからですよ。続いてペンネームげし類、喉の奥小骨取れない身もだえる、ああっていう、どんだけの骨刺さってんだよ。ペンネームオルタネイティブ、見つかったダッチごまかす猛稽古。おふくろ入ってちゃったんだろうね。そうだ、やるなーなんて、うるせえよ。ペンネームメスのムーミン、ジャムおじさん今日もニコニコパン作り、小麦粉の塊をですよ、パン粉のパンの小麦粉の塊をビターンビターンジャムおじさんもね溜まってんだよね。それはそれで、それはそうですよね。これと同じラインでいくと、ペンネーム串揚げ千本、おとはちゃん手打ちうどんをこねている、ペンネームゴルベリア、エリカ様高城剛に八つ当たり、こんなもんですかね。じゃあラスイチ、ペンネーム DSJ、 張り切るウスカニをめがけてリハーサル。俺ね、ほら今日はほら日常のに迫る闇特集じゃないですか今日の。ね、お笑い番組にそんなサブタイトルありえないんですけどじゃないですか。サルカニ合戦のね、カニはさ、さらにさ、親を殺されたり、まあ、怪我した設定のやつもあるからやられてるからさ、カニが燃えるのはわかるんだけどさ、カニの友達と称した連中がさ、猿を殺すのにあんなに一生懸命さ、みんなでこう知恵を寄せ合うのがすごい気持ち悪くてさ、普通考えたらさ、そういう不幸なことはあったから猿のことは猿のことであるけど、復讐なんて考えるのやめようぜってのは友達じゃん。それをさ、最終的にわしが屋根の上から猿の上に飛び降りて潰してやるみたいな話をさ、をこう、もうあいつらワクワクしてるじゃん、明らかに。あの感じすっげえ気持ち悪い、そしてすげえ好き、そしてすげえ映画化したい。音五七五、まあゆるい呪い馬のカゴって感じ、正確にはマゴメとか言うんだよね、あれね。なんか花嫁がやってきたとかそういう時のやつ。
何なんだろうねあれさ。多分最近の通信カラオケとかは大抵のやつには割り振られてるじゃんか。オリジナルのプロモーションビデオとか入ったりとかするじゃんか。で古いアニメのとかはざっくり適当にこうアニメが出るようになったりするじゃんか。でなんかこうボーイの何を歌ったか知らないけど、でどこでその長野の馬のカゴ、あの馬込の映像とリンクさせるこうキーワードがあったのかと知りたいんだよな。さあ、男七五、毎回いろんな、音を宿題に出します。でその音を聞きながら、あなたの作った五七五を読んで深い深い世界に入っていこうというコーナーです。今週お題になっている音は今後ろに流れてるこれですね。それじゃ最初はですね、ペンネームミノタウルスの鍋。ちげえだろ、祖母にソフトを投げつける。俺のイメージはゼビウス風ゼビウス風だけど全然ゼビウスじゃないやつを、なんかこうおばあちゃんにナムコットのゼビウスがもう出てるから買ってこいっつって、で買いに行かしたら、なんかそのあの頃ナムコット出るたび売り切れてたら、あの適当なことを言われて、あの似たようなもんだって お店の人に言われて捕まされてきたゼビウスじゃない何かだよねこれね。ペンネーム DSJ。 うふふふふ、ねえのび太くん、うふふふふ、その後静香ちゃんの目がピカーって光る。うん、続いてラジオネームガストロンジャー、ハマちゃんからツッコミ受けた加納京子、壊れちゃったんだ。浜田さん強く叩くからお姉様壊れちゃったよ、おいお姉様に強い衝撃与えちゃう、右手をぐる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 回しながらジタバタしちゃってるよねナースコールナースコールみたいな、よくわかんない言葉をずっと言いながら。続いてペンネームトニオ、自販機の電気を盗む野良相棒。でもさ、相棒最後の方のやつとかさ、もうさ自分で電気が切れそうになると充電器のとこまで歩いてってケツをぶってぶっ刺して、で充電してたりとか してたらしいから、野良になってったら多分自販機こう抜いて自分で刺してねえやってっかもしんないよね。今になってすげえ相棒欲しいわ俺。なんとなくなんとなくこうもう発売とか生産中止になっちゃったんだよね。もったいないよねなんかね。相棒とさもう一個あったなんだっけ、人型のやつ、人型のやつなんかなかったっけ。あれはソニーじゃねえか、アシモ、アシモってホンダかなんかが作ったアシモ、アシモが交尾してる音に聞こえないペンネームシルバーブルーメ、プラズマじゃ、キャトミュられてもまだ否定今すごいこう宇宙空間みたいな、なんかなんだかわからないところのいろんな光の輝いてる真ん中のところに大月教授がこうやって浮いてて腹んとこ丸くくり抜かれてるなのにもかかわらず未だにプラズマだっつってんだよな。続いてペンネームファミコン化して、この部屋で餅とあんこを分けてますこれね、最初はただの時事ネタだと思ったの、なんかこうただの時事ネタでね、あのニュース見てすぐメール書いたと思ったんだけど、でもこのシチュエーションにあったことね、あの赤服のさ創業300年の古い家の奥にこういう部屋があって、
そのあんこと餅を分けてるのが俺の中で餅人間なんだよね。餅が人型になったやつがもう全員働いてて、でその奥のところに300年前の初代の創業者の脳みそがその、大きなこうでかいガラスのケースの中に入って、そっからいっぱいさそのコードとかが伸びて餅人間を操ってるっていう、あのごめん面白いと思って言ってるからね俺今ね、別にあ伊集院さんなあそうなっちゃうね、マネージャーとかが聞きながらごめんあの仕事受けてみたいな、そういうのいいから、そういうのいいからね。だけど俺の中ではそういう絵が見えんの。ラジオネームウルトラマンキダ太郎、光線銃大月に向けたニラサワシ。まずさ何のシチュエーションか分かんないけど、例えばさ夜いろんなテレビとか出て、まあ、もしくは大学の仕事して大月教授が路地をこうやって夜中の路地をこうやって歩いてるとするじゃないですか。で想像してほしいのは、したらこの音がしてくるわけですよ。なんだと思ってニラサワさんが見ると、暗闇のその前方の暗闇のところにね、頭のこういろんな電飾のついたヘアバンドとかをいっぱいつけたニラサワさんが立ってるわけ。それで光線銃を構えてるわけね。それで大月さんはおそらくもう悪ふざけやめたまえよって言うよね。でその後ニラサワさんはブルブル震えながら引き金を引くじゃん。何も出ないのかな。ねえ出んのかな、何も出ないのかな、すごい難しいけど、俺ねおそらくね何も出ないんだと思うんだよね。何も出ないまま腰のところにぶら下げてた古いタイプの船井かなんかのカセットテープレコーダーの、電池ボックスのところがセロテープで止めてあったんだけど、それが外れて電池がゴロゴロっと落ちるとともにこの音が止まるんだと思うんだよね。それでニラサワさんが泣きながら帰るんだと思うんだけど。ペンネームオプーナ、ドラえもん取り出したるはオナホール。うわこのこれすげえぞ。ドラえもんがのび太くんがもう天下には飽きちゃったんだよドラえもん。その時にドラえもんがテケテテテテオナホねえねえ出してきたやつ、パッと見天下なんだけど中覗き込むと無限のアンドロメダみたいなやつが広がってるから、これ入れたら俺どうなっちゃうんだろうと思うんだけど、多分こうのび太くんがもう恐る恐る入れた時にピカーってなって一旦こう画面がこうピカーって光るじゃん、光って、でのび太くんの住んでる町から漫画こう、こう中央から、光の円にグワーッつまれてて画面真っ白になって、でその後のび太くんが、大宇宙エロスっていうやつとお互いあぐらを描いたまま、裸ののび太くんがあぐらを描いてる前に得体の知れない大宇宙エロスがいて、大宇宙エロスと一緒に快楽とは何だっていう全問答を始めて、その回が大不評。子供にも大人にも意味がわからないっつって大宇宙エロスっていう大宇宙エロスと、じゃあ最終的にはのび太くんはセックスをすることになるんだけど、大宇宙エロスの鼻を取り外したところに完全に性器が書いてあって、その性器の奥にまた宇宙が広がってるっていう。もう週刊現代の江川達也先生の漫画でも出てこないような、もうどうしていいのかわからないような感じになっていって、で
でもしばらくドラえもんはお休みですよね、テラサとしても残念ながらね、ポケモンのピカチュウの例の話並みに再放送されることもなくなるでしょうね、続いてペンネームマッチョドラゴン、はい、もしもし、まさかその声父さんかい？お父さんどこに行くんだ、どこからかけてんだよお父さん。でもこれもさ、解釈の仕方でさ、何年か前に行方不明になったお父さんから急に電話が来ましたと。で、お父さんからの電話のバックにこの音が流れてますっていうのは、ベタで考えるとお父さんは宇宙に連れ去られてたんだってことじゃんか。だけどこの幼稚な宇宙音あんじゃん、すごく幼稚な宇宙音から考えると、お父さんがそういう狂言をしようとしてるっていうか、何に行方不明になってたのにもかかわらず宇宙にいたことにしたくて、この交換音をその必死に電話の横のところで流しながら流しながら、やっと連絡が取れたっつって、本当はお父さん借金ばっくれるために借金ばっくれて、その当時付き合った女と暮らすために一旦マニラに行ってんだけど、だけどなんだかんだって家に帰ってくるのに、親父が精一杯の考え方で頭でフル回転させてできた考え方のアリバイ作りが宇宙っていう、このこのゆるい宇宙っていうのが僕の解釈としては好きですけどね。ラジオネームのりお、まだいける、助手を振り切る伝次郎。助手はもうこれ以上出力を上げちゃダメだっつってんだけどね、伝次郎さんは、伝次郎先生はこれはすごい面白い実験だからっつってね、佐渡田舞の頭に乗っけたボール箱にものすごい電流を流し込んでるからね。ペンネーム箱使い、起死回生、タイトルは未来と T 小室。新曲だ、新曲できたっつって持ってこい、もうね、ABEX タックスに持ってきちゃってこれできたよ新曲っつって、何ですかこれ、未来っていうタイトル、三丁前売れるよなんつってね。いやー、こんなとこですかね。じゃあですね、来週のテーマになるお題音いきたいと思います。お題音はこちらです。この音に合う五七五を送ってください。お待ちしてます。じゃあ CM 行きます。音五七五、こうやってこう一週間ぶりに今週のお題をみたいに聞くとさ、みんなの答えを見た後、みんなから来た答えを見た後に聞くと、ああなるほど、そういう風にも聞こえるなと思うね。選んでる時はこれはね、あの初めての試みで、いわゆる効果音 CD から撮ったんじゃなくて、そのスタジオで作った音なのね。でその作ってるところを見てるから、その正しい答えしか浮かばないけど、来た五七五を見てると、ああそういう風にも聞こえるみたいな、なんか知ってるってつまんねえことだなって思う感じ。早速、この音に、合う五七五を、送ってもらってますんで、読んでいきたいと思います。ペンネーム怪盗ゴリラ天狗、見ています、契約してないエロチャンネル。あの CS のさ番組表ってとこだけやるとさ、エロチャンネルでやってるさ未亡人なんとかみたいなやってるやつのタイトルだけ書いてあって、で契約してるから横のとこにあの鍵のマークがずっと入ってるんだけど、
あれでもう頑張れるっていう手だれだよね、もうね。あの、もう番組表見てはなんとかなるっつって。続いて。これは、あ、その五七五自体はまあ普通なんだけど、こう聞こえるっていうか、こう聞けるっていう。ラジオネーム、地雷アモーと寝ない子誰だ。看板がチンコになってるパチンコ屋。すごいよね。すごいと思うんだよね。俺の中では、東京に出てきて貧乏暮らし、ミュージシャンになりたかったんだけれども、今汚いアパートの2階に住んでる。で今日は雨、バイトは、休みだけどヘトヘトでどこに行く気も起きないし行く金もないで、窓がさ隣のビルとがっちり近づいちゃってるからそこのところに窓開けてもほとんど風も入ってこないとこのど真ん前がパチンコ屋の派手なネオンでそのパチンコ屋のパっていう字がショートしてあのネオン管に電気がショートしてる音がずっと聞こえてるっていうとこまで俺この五七五で案内されれば俺そこまでいけるね。シオンの BGM ぐらいまでいけんね俺の中ではね。ペンネーム鼻毛王子。おばあちゃん夜中に新聞裂いている。何をしてるんだろうか。なんで裂いてるんだろうか。ペンネーム散歩犬。11年地デジ変えずに砂嵐だ。結構砂嵐系には聞こえるんだよね。うわー、なんか2011年、まさか近未来の話になると思わなかったね。ペンネームブルーレット奥田家長男。556を全身にかける僕の癖。癖じゃねえよ、性癖と書いてる。性癖と書いて僕の性癖だからしょうがないじゃんか。ヌルヌルするだけじゃ嫌なんだよね。ヌルヌルした上に機械の匂いが少ししないとダメなんだよね。なんかわかんないけど、あのサラダ油でいいんじゃねえのって違うんだよ。機械の匂いがしねえとなんかダメなんだよねって。頭の中でちょっと暴走族とスケバンのこうイメージをしながらしながらのがいいんだよねっていう。なんだそれ。ペンネームソリマチ。ねえ起きて、アリのスコロリを尻穴に。死んじゃうからね、そう起こし方、その起こし方もうどうしても起きない時の起こし方なんだろうけど間違いなく死んじゃうからね。そうですね。ラジオネーム火星オッケー。妹にファブリーズかけられパワーボム。僕はくしくも今日久々に姉のことを思い出しましたんで、姉が多分そういうことをしてきたら、3回まで耐えた後にパワーボムだと思いますね。やめろよとか言う気力も起きませんから、おそらく最近風呂入ってないでしょケーンとかって言われてバーシューってかけられて、でちょっと冗談のつもりでやってんだよね。おそらくよかった俺ファブリーズ発売されるまで実家いなくて。おそらくそうやってさ、なんか今とかのさ、カーテンとかシュッシュやったついでにさ、あここも臭いみたいなギャグだよね。すごい面白いのでしょあいつからしてみたら、いやここも臭いみたいのでシュッシューってやって、まあ、しばらくもう兄貴の方も見ないですごい嫌な顔してるけど、心の中で3回目来たらパワーボム絶対行くと思ってるからね。もちろんパワーボムですよ。そうね。じゃあですね、ラジオネームタイムマシンで中二の春。84つけては買いでを繰り返す。なんかねちょっとね青春の匂いがしたんですよ。84つけては買いでを繰り返す。
学校でほんのり言われたのかな、学校でほんのり言われたのかなんか分かんないけど、学校の寄り合いで、なんか俺ね、自分でね、本当にモテない力高えなと思うのは、こういう時にデート前っていう発想よりも、なんか知んねえけど学校 でどうしても集まらなきゃならないところに女がいるぐらいまでしか行かないんだよねでその時にずっと84をつけては嗅いで OK かな OK かなってもう一回嗅いで OK かな OK かなっていうのをずっとやってる絵としては僕はこれ相当好きですね。さあ、音575575の17文字だけでですね、いろんなところに案内してください。今週の お題の音はこちらです。おそらくヘッドホンで聞いたりとか受信環境とかで多少は違うんだろうけどね、なんかこの音だけ聞くと、あ、この音だけ本当によく聞くとわけわかんなくなるね。あのちなみに今日の音はあの普通にスプレーの音だったんですけど、うん、あのこの音に、グッとくるような575を送ってください。お待ちしてます。音575この音575という企画は NHK の超人気番組フォト575っていうまあ僕出してはすげえ楽しかったんですけど、第2弾の話がトンと来ないでおなじみのまあそのフォト575って1枚の写真に575の川柳でもあの俳句でもいいからつけて、その自分で撮った写真と自分でつけた575で楽しむみたいな、より奥行きを出して楽しむみたいな企画からまあドンパクリしたんですけどNHK ってたまにそういう面白いことすごい考える、面白い企画を考えるのね。でまあ NHK 不器用だからその面白さを多少殺して放送することが多いんだけど、つかないから無理だなと思いながら、さあなんかシュールなのは後ろにずっと今週のお題の音がずっと鳴ってるっていうのがまたねすごいシュールなんですけど、さあこの音に合う575を送ってもらっております。いきます。ペンネームミドル、オペ台にチンコ並べて流れ作業これ上野クリニックの繁盛期ですよね。いつ繁盛するのか分かりませんけど、夏休み前なのかな。そうするとこうみんなで、でもさちょっと思うんですけど、オペ台にチンコ並べて流れ作業っていう、その流れ作業って言葉が俺ベルトコンベヤーみたいのを想像したんですけどね。だけどよくよく考えたらそれじゃダメだなと思うのは、チンコをベルトコンベヤーに並べるじゃないですか。それに沿ってそいつを少しずつ動かないとベルトコンベヤーにはならねえんだなと思って、あー早えなー、すげえスピードで行ってくれるんだな。続いてペンネームチャコ、喋らずにただ料理する平野レミ。うわ、なんかあった感でかいよな。普通料理なんか黙ってするもんだけど、これは平野レミが刻んでると思うと、怒ってんな、あと3回レミさんって呼んだら振り向きざまに切りつけてくる可能性あるよこれ。怖え怖え怖えな、これ黙って平野レミが怒ってんもん、完全怒ってんもんな、レミな。相当あれじゃないの、清水美智子さんのモノマネに対してちょっと悪意があるみたいなねえ。続いてラジオネーム砂漠のつくね、マッキーが狩屋崎邸で朝迎え。なんかコラボレーションするんじゃない、歌とお花の歌とお花のコラボレーションしましょうみたいな話をしてて、それがすごい熱中してから朝になっちゃって、それで狩屋崎さんがあのじゃあ朝ごはんでも作りましょうかって作ってくれてる。で金太郎がキーッってキーッってビリ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 ーなんつって、
それ系統で。ラジオネームグールズのシャリをちょっと絵をちゃんと想像してね。起きちゃった裸エプロン春尾さん。まあ春尾さんはね、あの晴れにこうローとかずっと春尾さんですよね。優しいのかな、やっぱりそれ優しいから、要するに俺とかがね泊まりに行った時に映画の話をもう一晩中聞いて、これでいていつの間にかもう先輩を前にして寝ちゃったんだけど、その朝ごはんを作ってくれてて、で俺が起きたら起きちゃったっつって、ボンと正月のボンさんがキーッつって、なんで途中うまくまとめようとして最後どうでもよくなっちゃうんだ最後掘り投げちゃうんだよな。この水野先生久々にいました。まあちょっとあのご病気で、その老けたなって感じはしたけどね。おなんかあであの表いらっしゃってんだって感じでしたね。続いて普通にこれ味がある。あこれすげえな、これすげえ、これ味あるよ。ラジオネーム花より大名。うわこれすげえな、五七五でこんなに怖くなるってなかなかないよ。助けてのモールス信号になっている。すっげえ怖いね、見事だね。このその五七五の17文字で音に、単なる音に方向性を与えるってことで言うと、これはちょっとすごいね。あーすごいね。じゃあですね、ペンネーム誠安西。この音が聞こえてるうちに財布開けまあ記憶にありますねそういうやつね、あと大丈夫か、大丈夫かな、ラジオネーム糸こんにゃく。母さんが昨日の晩から刻んでるあれあれなんだろう、なんだろう、これは音で見ても一枚の写真で見ても何もおかしくないんだけど、五七五を添えると母さんが昨日の晩から刻んでるあれ、続いてうどんどん、ただキャベツ切ってるそばから食べる俺、ただキャベツとんかつですごい食ってる人たまに見るよね。もうとんかつの味覚えてねえじゃねえかっていうぐらいずっとただキャベツ食ってる人いるよね。そうそう、バイトがすげえ切ってない、それをもう間に合わないぐらい食ってんだろうね。いい味出してるところで、ラジオネームテクノは生きている。玉ねぎじゃないのに母親泣いている。あラジオネーム梅の屋天神。鬼たちが俺の目の前野菜切るしかも鬼たちって思っちゃった鬼たちって言葉にやられちゃった。さあ、ということで、じゃあ来週のお題の音です。お題の音はこちらです。こういう声物にはいろんなこうタイトルのやつがあって、その群衆の声だけの効果音 CD とかあったりするんですけど、そのこの声の性質を理解して合うような五七五をつけて送ってください。お待ちしております。音五七五。さあ、今週の お題音、お題になっています交換は今後ろに流れているこれでございますけども、この音にぴったりくるような五七五を書いて送ってもらうコーナーです。
AM 当時ルーカス。一度だけ女性記名称言っている。ずっと聞けるな、そう言われると。この五七五を読まれるとずっと聞ける。今言わなかった？言ってねえよ。なんでそんなやつ、そんな効果音ラジオ局にあんだよ。ペンネーム今健先輩、うちの両親が離婚間近です。唐揚げにレモン絞ったばっかりに。皿に取れよお前、自分の皿に取って自分のにかけろよ。帰ろただ大人数で行ってんだな居酒屋。すんごい量の唐揚げにものすごいレモンかけたんだろうね、きっとね。ラジオネーム猫の島。これこそが一国道の究極芸。国道さんならやりそうだもんな。ラジオネーム花より大名。大不評、デニーロ面のストリッパー。わー、ステージ上、ステージでこんな不評なのに帰らないわけでしょこいつ。ムカつく。自信満々とうっとりした顔で待ってんだろ。こんなに怒号を浴びてんのに、あのケツアゴ、うわムカつくな。おい、何が的な。こんだけ怒ってんだよ客席みんな。普通だったら次の踊り子さんが出てくるはずじゃん、音的に。一切引っ込む気がないから、好きなくせにみたいな顔してっから。こいつムカつくな。おい、デニコすっげえムカつくわ、デニコ。ペンネーム風船おじさん。足元で俺のメガネがぐにゃぐにゃ。巻き込まれてんなお前。ラスト、ラジオネームウルトラマン木田さん。松波さん、濃硫酸をぶちまける。水でもあんだけ揉めたんだからね、水ぶっかけただけであんだけ揉めたんですから、濃硫酸だとこれぐらいまで来ますよね、動画にね。さあ、来週のお題になる音、お題音はこちらです。これは割とこう、なんですか、プレーンな音なんで、その文字によってどっちにでも転べるので、やりがいがある音なんじゃないでしょうか。郵便番号 107-806 TBS ラジオ月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力、から音575、もしくは、ホームページの方のフォームを通じて送ってください。お待ちしております。